新阪急ビルは大阪市北区梅田の大阪駅前にかつてあったオフィスビルである。1962年1月23日に竣工。地下2階地上12階まであり、過去には地下1、2階は花の新阪急8番街として飲食店などが、地上階にはくられ、大阪本社や大型書店、ブックファーストが入り、下記は屋上でビアガーデン。 やえが開設されていた。新阪急八番街は、1962年の開業時の住所が、北区梅田八番地だったことに由来する。阪急三番街、阪急十七番街、阪急三十二番街に先んじた番街シリーズの先駆けである。建て替え計画に伴い、新阪急八番街は2014年3月31日、限りで閉店した。 クラレは近隣に完成した、梅田阪急ビルオフィスタワーに転し、ブックファーストは2014年2月28日限りで、ビアガーデンも2013年夏限りで営業を終えた。築半世紀以上を経て老朽化が進行しており、主導を挟んで北側にある大阪神ビルディングと一体的に、再開発のため、2014年秋から取り壊し工事が、始まり2015年夏に姿を消した。 ありがとうございます。